はいどうも、藤根康 30kg です。ちょうどね、この台ね、以前からプレイしてほしいって言われてたんですけど、ついに攻略法を見つけたんで、まずね、1手目は、こんな感じで、手前を左に振ります。この台ね、滑り台みたいになってて、奥側、手前側のスライドの上に深く乗せちゃうと、もう積むというか、すごい難しくなるんで、とりあえず1手目ね、こんな風に振っていって、で2手目でも手前に出た角をこんな風に振りに行きます。でこのね、くぼみにはめる、上のバーとバーの間にはめるんですけど、ちょっとどういけるかな。ちょっとじゃあ両アームで取りに行きます。押しの方が良かったかな。ちょっとさっき試しプレイの時押しで行ったんですけど、狙いづらかったんで普通に持ち上げてみます。 OK、 来た、いい形ですね。この形になったらもう取れたも同然みたいな形ですね。もうね、この形から攻略に持っていけるんで、ここまで来たら次は景品の中心で止めて、で奥側が下の角よりも奥ぐらい、この辺で、そうすると手前に転がるんですけど、いい具合にほらこんな風にバタンとこけてくれるんで、こうなるとね、もう落ちやすい形なんで、もうすぐにゲットできます。普通に縦のまま手前に持ってきちゃうと、手前の滑り台の上に全部乗っちゃうんで、今みたいな形で落とすと、この辺で景品の下角より奥に両アームを入れて、少しズリズリっと手前に引き上げます。で、うまくいくと落ちると。はい、ゲットです。こんな感じで。まあ、一応、この手順がね、安定して攻略できるかなと思うんで、まあ、この手順で狙ってみるのがおすすめです。ということで、ベジータだけじゃなくて、他の景品でも展開されてるんで、まあね、割と気に入った景品、この設定であったら狙い目かなと思います。ということで、以上、藤根 130kg でした。ご視聴ありがとうございました。